どうも、アキです。パワプルアプリやっていきましょう。はい、では SR 角田リア、プラス5作るまで終われません。おそらくラスト、パート3やっていきたいと思います。はい、もう PR をあと解放2回ぐらいですかね。進めれば終わり。SR が出た瞬間終わり。行きましょう。いや、まあでも、本当におまけが良かったんでね。よしとしましょう。よしとしましょう。さあ、これで暁守るも、アスネも最後ね、PSR、プラス5になれば、とんでもないことだと思います。よし、振袖みやびもね結構出てるんで、そこもいいですね。はい、アスネはゼロ、アスネじゃない、角田リアゼロ、行きましょう。こんなに前置きもなく100連ボンボン引いていく動画が過去にあったか。ないです。やっていきましょう。よし、角田、てかそろそろ本当に SR 出るだろ。先駆けももうかなり出したよ。先駆け1個飛ばして先駆け。どんだけ角田に嫌われてんだよ。逆にすごいよ。行きましょう。すごいっすね。これがパワープロかと、そういうガチャになってますね。はい、よし、角田 PROK、 で今 R も持ってるんで、これどうしようか。どうしようか、非常に悩ましいな。今じゃあやってみる価値が、まあここで終わりにしようと思えば終わりにできないか。できないな、まだ R が1枚足んないですね。 R の大丈夫博士像とかの関係をいろいろ考えたんですが、できないな、それは。やめとこっか。 R がもう1枚出た瞬間に大丈夫博士像との兼ね合いでもう 100% できるんで。はい、もう角田、何かしらの角田が出た瞬間にこれで終われる。何かしらの角田来い、何かしらの角田。よーし、終わった、ようやく終わった。全然この最後のね何連かは全然美味しいガチャじゃなかったですけど、これで終わりました。はい、いやー、長い戦いだった、本当に。さすがに今回は。あれですね、春にやった、春にやったあの、PSR サンバ50作るまで終わりません。あれ以来のね、すごいガチャになりましたね。はい。いや、ほんと久々だ。だからもうほぼ半年ぶりぐらいに、これくらい大回ししたと、まあいう形になりましたね。まあ、あの時も北斗、神楽坂、新島、この3人のね PSR50 を作れたので本当に良かったんですけどね。ただあれから北斗は1回も使ってないや、今思うと。はい、いやー、それだけの価値のあるキャラクターということでございます。 OK、 よし、で角田終わったー、ようやく、ありがとう。いや、もう45まで持っていこう。いやー、本当に長い戦いだった。で、今回小ガチャをめっちゃ引いたんでね、金ゲドープン像がめちゃめちゃありますと。はい。オッケー、ナイス角田、オッケー。いやー、本当に達成感が半端ないです、これは、さすがに。まあ僕がちょっと角田を引けなさすぎましたね、今回は。でもまあこういうことがあるのがね、やはりパワプロかなと、まあいうところですね。はい。よし、じゃあ振袖みやびももう全部食わせるぞ。ワンチャンある、ワンチャンどころか全然あるぞこれで。とりあえずまずこれでいってみよう。最大4段階まである今の。 OK、 おお、やったー、やったぜ、振袖みやびもプラス5になった。いやー、これは大収穫ですね。はい。いや、終わってみればいいガチャだった。よっしゃー。振袖もね、今回まあ SR 最初の50連ぐらいで手に入れて、まあ上限解放が1回しかできてなくて、まあまだまだですね、なんていうお話をしていたんですが、そこの解放も進んだ。そしてこの虹谷の PSR。
で、アスネの PSR が2回。で、なんとビビもプラス5。レンの PSR も出てプラス3。いやー、本当に何かといい形になりましたね、これで。よっしゃ、まだ、なので、やれることやろう。頼む。ここが50とか来るともう神ガチャすぎる。神動画だよ。いやー、オッケーオッケー。振り袖もこれでプラス5になったし、ユニフォーム牙もですね。はい。いやー、これはもう結果オーライ。結果オーライです。よしよしよし、オッケーオッケー。もう、ポジティブ思考でいきましょう、こうなればね。はい。これでまたね、明日からのサクセス動画が楽しく撮れるかなと。まあそういったところでございますね。はい。いやーでもほんと面白かった今回は。いろんな意味でね。お金はね、すごいね。ちょっとね、あれですけどね。まああれがあれであれなんで大丈夫です。大丈夫です。幸せなら OK です。まあドライバー3本ぐらいの値段じゃないですか、ちょうど。大丈夫です。ゴルフなんてね、14本揃えるんでね。はい。さあ、これ最後。ここだけはずっと嫌われてきた、この50。5%、0.5% を通したい。くそ。うん。でも本当悪くないっすよね、これ。さあ、先駆け通そうじゃん。これもプラス5になるというか、もう絶対これは確実になるんで、SR 入れればね。使いたい時にもう SR 混ぜてあげたいなと思います。はい、 OK。 他 PR で言うとなんか解放ありますかね。いや本当にね、この風薙が PSR 引いた瞬間もう 100PSR50 にできるぐらい持ってるんで、ここは今後ちょっと期待したいですね。はい。うわー、雅も PR2 枚余ったもんな、むしろ。で、激闘友沢も本当にな、 PSR 引いた瞬間にもう一気に持っていけるなっていう感じですね。はい。よし。いや本当に何かと進んでくれていい形になりましたね。はい。でですね、こちら SR 角田リアプラス5完成しましたので、ずっと動画の中でお話ししていた通り貸し出し企画を行わせていただきたいなと思います。僕もフレマラずっとしててもなかなか今この角田のプラス5出てこないので、まあ、この角田使いたかったっていう方はぜひとも今回、ご応募いただければと思います。応募方法なんですが、ツイッターにて今回は行わせていただきたいなと思います。僕のツイッター@秋ゲーム TV をフォローしていただいて、ご自身の ID 付きでリプライをいただければと思います。で、抽選で明日からですね、3日間、それぞれ10名様ずつ合計30名の方に、この角田リア SR プラス5をリーダーにした状態で、フレンドリーにならせていただければと思っております。はい。いや本当にこの角田は特にね、投手の方でめちゃめちゃ強いので、ぜひ皆さん一度使ってみてください。まあ本当におすすめの使い方は、まあサクセスをね最近いろいろと取っておりますので、まあそちらの方を参考にしていただければっていう感じですね。はい。まあ基本は、技術ボーナスを持っているキャラクターとのアヘ編がベストになってくるのかなと思います。激闘友沢、神楽坂、虹谷、鳴海、この辺りですかねのキャラクターを連れて行って、まあシラスであったり名教、あとはメカニクスも結構できたりするみたいですね。はい。この辺の高校でね、かなり使えるキャラクターになってるんで、ぜひ皆さん使ってみてください。もうね、なんて言うんでしょう、経験点がそんなすごい入ってくる彼女ではないんで、サクセス途中やってる段階では、うん、まあ普通ぐらいかなと思っていてもですね、まあコントロールさえ101に持っていけば、最後ほんと目を疑うようなね、ランクになってくるので、この子はね、本当に今後外せなくなってくるかなと思います。ただですね、僕は予想するに、今後こういうキャラクターが絶対増えてくると思います。はい。例えばですね、ダイヤのエースのコラボがね、第2弾発表されていて、まあ、青銅高校の強化もね、来るともう発表されているんですが、新キャラとして、天久ボーイと、まあ、何かと、東条とかかな？もうどうやら登場するみたいなんですが、まあ、その辺もですね、もしかしたら天久ボーイとかも、うん、スタミナ上限アップとかっていう噂もあったりするんですよね。まあ、彼女キャラクターだけでなく、今後ね、こういうキャラクターは増えてくると思います。いや、楽しみですね。はい。てか、ダイヤのエースコラボが超楽しみだなと思います。こっちのお知らせには書いてるのかな？なんか雑誌かウェブサイトかで、公表されてたんですが、こっちはまだ書いてないのかな？おそらく明日から来るんじゃないかな。はい。
いやー楽しみですね。はい。あ、白洲先輩とかもね、白洲先輩チャレスタかなかなんかで来るみたいなんで、本当に今後ね、またダイヤのエースコラボも楽しんでいきたいなと思います。いや、聖堂強化来たらいいなって言って2ヶ月前ぐらいに聖堂の動画撮ってたんで楽しみですね。はい。まさかの角田リアを SR プラス5にして、明日から、強化が来るかどうかわかんないんですけど、もし明日からね、聖堂強化が来て、これめっちゃ強いぞってなったら、せっかく作った角田リアを使わないっていうね、形になるかもしれないですね。それはそれで、まあ、また一強やな。というわけで、今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければ、ぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、ぜひ皆さん、Twitter、トマーク、AKIMTV フォローして、貸し出し企画もご応募いただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオース。